ドタキャンです。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。韓 UAE 首脳会談がまさかのドタキャン。韓国ネットからは不満が続出しているようですね。韓国のムンジェイン大統領と UAE の実権を握るムハンマド皇太子との韓 UAE 首脳会談がムハンマド皇太子側の事情によりいきなりキャンセルになりました。韓国と UAE の間にはそこまで深刻な問題はなかったように思うのですが、一体何があったのでしょうか。ところでムン大統領はドバイにて開かれている韓国優秀商品店を訪問し、そこで出店している企業関係者を励まして回ったということです。この展示会には当然財閥系企業も多く出店していますので、さぞかし激励は大統領が財閥いじめをしないのが一番なのにとでも考えていたに違いありません。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また海外や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしていきますね。1月17日付ワウコリアによると、ムンジェイン韓国大統領と UAE アラブ首長国連邦のムハンマド皇太子との韓 UAE 首脳会談がムハンマド皇太子側の事情によりキャンセルとなった。青瓦台韓国大統領府は予期できなかった避けられない事由と説明した。青瓦台の関係者は16日現地時間ドバイで記者たちに、17日にアブダビ持続可能週間の開幕式とザーイド賞授賞式をきっかけとした首脳会談を計画していたが、皇太子が不可避的な事情により出席できなくなったと語った。青瓦台は事前の会見や詳細な日程を通じて、ムン大統領はムハンマド皇太子の主催するこれらの行事に出席した後、首脳会談で両国の協力法案を話し合う予定だと明らかにしていた。しかし最終的には歴訪に同行している記者団に公示されたムン大統領の日程からムハンマド皇太子との首脳会談は除かれた。青瓦台の関係者は UAE 側から丁重に理解を求めてきたとし、予期できない不可避な事由があるようだと伝えたと報じています。このようにムン大統領は最後の思い出作りとでも言わんばかりに中東外遊に出かけているのですが、肝心の首脳会談ができないという何ともお粗末な事態となっています。これでは外遊というよりも文字通り外国に遊びに行っているだけの感が拭えないのですが、とはいえ首脳同士の会談こそなかったものの、外相同士の話し合いは行われていたとのことであり、1月16日にチョン・ウィヨン外交部長官とアブドラ外務国際協力相とドバイにて会談を開いています。まあこれはもちろん韓 UAE 首脳会談の代わりだったことは言うまでもありませんが、こちらでは様々な分野での協力について話し合われたということです。通常はもう少し深い内容が報じられると思うのですが、このような抽象的な話に終始しているあたり、本当に浅い話し合いしか行われていなかったのではないかと邪推してしまいます。またムン大統領自身はムハンマド皇太子の代わりにムハンマド首相と会談したとのことであり、そこでは防衛技術などについて話し合ったそうです。一応外交はしていたのですね。まあ文字面
大統領と首相が会談するということは、日本やイギリスといった国のトップが首相の国では普通のことではありますが、今回は実権を握っているのが皇太子ということなので、どうしても片落ち感が否めません。また、ムン大統領は他にも一応仕事はしており、アブダビ持続可能性週間での開幕式に出席したとのこと。この聞き慣れないアブダビ持続可能性週間とは、エネルギー分野での持続的な発展を目指し、UAE 政府が2008年から毎年行っている行事です。てっきり UAE のような石油資源を持った国家は、今ヨーロッパで唱えられているカーボンニュートラルや持続可能な発展といった化石燃料を敵視した政策には真っ向から対立していると思い込んでいただけに、少し意外に感じました。またここでムン大統領は演説をしており、その内容は慣れたことから抜け出す勇気と行動から持続可能な未来が始まる、気候危機が現実になっており、エコエネルギーへの転換を急がなければならない、中略 UAE と韓国は特別戦略的パートナーとして建設、油田開発、インフラ、国防、防衛産業、保健、農業に至るまで多くの分野で協力してきたと演説したとのこと。ここで何度も取り上げられているカーボンニュートラルを実現する手法としてよく取り上げられるのが原子力発電所であり、欧米でもこの方面で進めていこうとする論者は多いです。実際に韓国も UAE に原発を輸出しており、ムン大統領も演説にてそれに言及しているのですが、韓国国内においてムン大統領は脱原発政策を唱えており、原発を完全に敵視している政策をとっています。いくら外遊中とはいえ、矛盾することを大々的に主張するのはいかがなものでしょうか。ところで15日から始まったムン大統領の6泊8日の中東歴訪、後半も何かありそうで楽しみですね。今回のニュース、韓国や日本国内からも多くの声が寄せられています。韓国からのコメントはいつも以上に辛口のようですよ。 UAE は途上国の分際で生意気です。先進国の大統領がせっかく訪れてくれているというのに、もっと礼を尽くす必要があるのではないでしょうか。そうですね、アラブ首長国連邦の GDP は我が国の5分の1しかありません。このような弱小国家がドタキャンなんて、見ていてとても不愉快です。この後に及んで王族がいるような国家なんて、結局頭が中世の頃で止まっているのでしょう。全く情けないことこの上ありません。立憲君主制の国ですら、イギリス以外はどうしようもない国家ばかりなので、それ以外はなおさらです。アラブ首長国連邦側から来るように頼んでいたわけではありませんので、ドタキャンは何ら問題ないでしょう。ついに発展途上国にまで愛想を尽かされましたね。もうこんなムン大統領には誰も会ってはくれないでしょう。石油を掘り出すことしか能のない国家と会う価値なんてありません。韓国の代わりはどこにもないのですが、UAE の代わりはサウジアラビアやイランなどいくらでもいますので、ムン大統領はこのままうちに戻ってこず、ドバイでもどこでも行ってください。もう我が国ではあなたを受け入れる理由なんてありません。これ以上恥をさらすなら、おとなしく青瓦台に引きこもっていてください。仕事はいくらでもありますので。会わない方が国益に資すると判断されたのではないでしょうか。賢明なご判断ですね。訪問する側のスケジュールの都合ならわかるけど、訪問される側にドタキャンされるとは、
そもそも全く歓迎されてない証です。いつものごとくきちんと日程調整せずに押しかけて会談しようとして袖にされただけじゃないのでしょうか。挨拶程度でも会ってしまうと好き勝手に会談内容を捏造されますし、それじゃあ最初から会わない方がいいと判断されたとかじゃないでしょうか。任期残りわずかの左派大統領に会って何か決め事をしても数ヶ月後には丸ごとひっくり返る可能性がありますので、あえて今の時点で会うメリットは何もないと判断しただけでしょう。ムハンマド皇太子側の判断は極めて賢明だと思います。結局大統領が変われば、いかなる約束事もあの国ではなかったことになるのです。そういえば中国でも同じことがありましたよね。国賓として招かれたのに、ムン大統領が庶民の食堂で夫人と一緒に朝食をとっている姿は衝撃的でした。韓国人の自尊心を粉々に砕いた出来事でしたが、それに比べると今回のはまだマシですよね。本当に重要な会談であれば代理対応とかの動きがあるのが普通ですが、そもそも先方は会談なんて予定していなかったのではないでしょうか。ムン大統領が滞在している UAE では17日に首都アブダビの工業地帯や国際空港などで爆発や火災が起こるなど、何やらきな臭い動きが見られます。ひょっとして首脳会談が中止されたのはこれが理由だったのでしょうか。当然実際にこう推測する動きも見られるのですが、自身の虚栄を重んじる青瓦台がそのような声明を出さないあたり、どうやらそうではないのかもしれません。まあこれはあくまで17日の22時時点での情報なので、この動画が公開されている頃には首脳会談中止の真相が明らかになっていればいいのですが、たとえ首脳会談の中止がムン大統領側にトガがなかったとしても、 UAE での原発推進などの言動は帰国してからやり玉に挙げられるかもしれませんね。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックいただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。